ミニマリストが2017年買ってもらったものランキング、イエーイ。はい、もう2017年ももう残り5日となりましたけども、いや早かったですね。まあ、僕は2017年もまあがっつりミニマリストとしてまあやっていたわけなんですけども、まあとは言っても普通にやっぱり物は買ってました。いろいろ物を買ってきたわけなんですけど、まあこのチャンネルのコンセプトである身軽なライフスタイルを追求するっていうことに役立ったアイテム、もしくはこれ1個で十分だよね、まあこれ1個で何役でもこなしてくれるよねっていう、まあミニマリズムなアイテムっていう基準でですね、まあこの2017年に買ってよかったものランキングということで、まあトップ5を紹介していきたいと思います。はい、第5位はですね、こちらのスーツケースです。ちょっとでも荷物が多くなるともう膝に来ちゃうタイプです。なのでこう都内をぐるぐる回ったりするときに、ちょっとでもこう荷物が重くなっちゃったりすると、もうそれだけでもう仕事したくなくなります。とは言ってもこう仕事で、こうどうしても荷物が重くなっちゃったりとか、洋服買おうとかなんかいろいろ日用品とか買ってると、あれよあれよと荷物が重くなっちゃったりとか、まあ、そういう時がやっぱりありました。なので僕はですね、普段からスーツケースを結構使っています。でこのスーツケースを使う前は二輪のスーツケースを使っていました。で二輪は二輪でものすごいいいところいっぱいあるんですけど、例えば電車の中で、なんかこうフラフラしないとか、あっち行ったりこっち行ったりしない、する心配がないっていう、まあ、そういったメリットもあるんですけど、このですね、今回この四輪にしてからもうめちゃくちゃ楽です。本当に四輪楽です。もうこれは非常にありがたいアイテムです。でオリンパスさんから出ている OMD EM5 というカメラに、パナソニックさんから出ているルミックス G バリオ 12mm32mm F 値が 3.5 から 5.6 という、まあ、コンパクトなレンズをつけている、まあ、この組み合わせですね。動画を撮りたかったりとか、あと写真も楽しみたいってなってくると、まあ、それに必要な要素ですよねっていうのは大体まあ絞られてきまして、いろいろあるんですけど、まあ、大きく分けるとですね、電池持ちがいい、あと画質がいい、あと外部マイクを取り付けられる、手ブレ補正がしっかり効いてくれる、軽くてコンパクトっていうところなんですよ。で僕はですね、それらをバランスよく備えているカメラはないかなっていうので、いろいろネットで調べたりしてたんですけど、ネットで調べてああいいなと思って買ってみたら、実際ああここが不満だったなっていうのはかなりありました。そうで、いろいろカメラを買い替えてきちゃったわけなんですけど、もうですね、このオリンパス OMD EM5 Mark II、 長くて言いにくいですけど、これを使ってですね、あもうこれでいいや、妥協とかいう意味じゃなくて、あもうこれがいいやっていう、やっとそこにたどり着けたので、はい、もう僕はですね OMD EM5 Mark II、 もうこれはですね、もう壊れるまで、使っていきます。レンズはちょっといろいろまだ買い替えてみたいなっていうところはありますけども、はい、第3位です。第3位はこちらのビジネスバッグです。これヨドバシカメラで3、4000円で売ってたんですけど、まあポイントで、買ったわけです。でまあどうせ安かろう悪かろうかなと思ってたんですけど、まあ気づいたらですね、もう毎日毎日毎日使っていて、もうこれがないと考えられないぐらいの生活に今なってます。しかも壊れるところも、全然、壊れる気配も全然ないです。でまあ、ビジネスバッグの詳細についてはあの別の動画で喋ってるので、ぜひそちらをですね見てみてください。あの前に撮影した動画なので、そのクオリティの件ではちょっと文句はあんまり言わないでほしいです。第2位はですね、この中に入ってるんですけども、はい、こちらです。エアーポッツです。イヤホンのそのワイヤレス化をちょっと測ってたんです。でAmazonでちょっと安めなものを、コスパの高いものを買ったんですけど、ちょっと残念なことにあれはですね返品になりまして、もうちょっとこうじゃあしっかりしたものを買いたいなと思って、この AirPods をですね買ったわけです。のでこれのいいところは、もちろんこうワイヤレス化できるだけじゃなくて、音質も普通にいいですし、電池持ちも十分満足できるような値ですし、あとそのタイムラグが極端に少ないんですよ。
動画編集とか YouTube を見ていても、その映像に対して音が遅れて聞こえてくるみたいな、そういうのがですね、もう一切ないと言ってもいいぐらい、もうタイムラグが全然ないんです。感じられないんです。ノーストレスで使い続けてられています。なので使い続けてられているってちょっとおかしいな、まあとりあえず使い続けられています。なのでこれは2位に入ってきました。第1位なんですけど、まあ、第1位もですね、このカバンの中に入っています。第1位はこちらです。はい、MacBook Pro の2017年バージョン13インチでございます。僕ですね、このパソコンを使う前は2016年モデルの MacBook 12インチを使っていました。あれもですね、もうめちゃくちゃ軽くて、もうあれこそミニマリズムですよ。めちゃくちゃ軽くて電池持ちも普通にいいしっていうので、もうあ、これでもう俺はこいつと一生遂げてやるって思ったんですけど、動画撮影する前に買ったんですよね。なのでこの YouTube をがっつり始めるようになってから、まあ、この動画編集とかをしますとなった時に、5分の動画の書き出しで平気で40分とかかかっちゃうんですよ。 Core M5 っていう結構いい感じのスペックだったのに、その動画の書き出しになると平気で40分とかかかっちゃうんですよ。なのでうわ、これ毎日は大変だなと思って、本体軽いのに動画の書き出しは重いっていうですね、まあ、そういうところにストレスを感じていたので、ちょっとパソコンを買い替えようと思ってこの MacBook Pro の13インチにしたわけです。そしたらですね、動画の書き出しの時間に平均3分ですよ。3分、めちゃくちゃ軽い。この40分から毎日40分かかっていたものが毎日3分で終わるようになったんですよ。この違いを毎日積み重ねていったら、もうどれだけ人生変わってくるかっていうことですよ。なので僕はですね、このパソコンを買ってから、なんかこう時間的なストレスから一気に解放されたということで、本体は重くなっちゃったんですけど、でもそれ以上にそのスペック的な速さ、軽さにメリットを感じてですね、もう僕はこれは本当に手放せないと思います。まあすごい目に悪かったりするんですけど、あのリアルにですね、1日12時間以上はパソコンを見てます。なのでもうこれを使わない日はないです。でこれからも使わない日は多分ないでしょう。なのでこれは本当に買ってよかったと思ってます。ということで、まあこれはですね、堂々の第1位です。はい、以上ですね、2017年ミニマリスト的買ってよかったものランキングというものをお届けしていきましたけども、いかがだったでしょうか。まあぶっちゃけですね、この動画を撮影している時に、なんかこう普通にガジェットレビュー動画じゃねって思ったんですけど、あくまでこれらのアイテムを選んだ基準っていうのは、より身軽なライフスタイルを追求する手助けになったっていうのと、これ1個あればもう他はいらない、これ1個で十分だよねって思えるアイテム、まあそういったものがですね、基準になってます。はい、ということで、もしこの動画がちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。2017年、僕はですね、年末になったら、まあ、実家に帰って大掃除とかするわけなんですけども、その前にですね、がっつりこう年末にしかできないメンタルトレーニングっていうのを毎年やっています。でもしですね、この動画を見ている方の中から一人でもですね、ちょっと参考にしてくれてれば嬉しいなっていうふうに思いますんで、ちょっと年末はですね、年末にしかできないメンタルトレーニングみたいな、そういう動画もちょっと撮っていきたいですし、あとはミニマリズムな大掃除に関する動画もですね、ちょっと撮っていきたいと思いますので、ぜひですね、楽しみにしていてください。はい、ということで、残り年末を噛み締めていきたいと思います。はい、噛み締めっていうのところ噛みましたけども、ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。